だいぶ今回の二次元改正してきましたけど、今ちょっとハブの場所やから、ハブっていうのをするに、ハブ空港が、要するに、今は毎回同じ感じかな、毎回しか、大改正後のストーリー、全く今、ここ数日間だけかもしれない。なんでかってハブやから、ね、ここでちょっとキュッと閉めなかった。ね、閉める。で、その閉めの間は改正しましたってことね。で、この締めが、まあ、数日終わったら、また、改正せなあかんない。それは、自作ゲームブックを、いよいよ執筆を、本格的に、指導選択肢、そっちの指導と始めなくて、ね。そういうことでございます。あ、それと、まあ、アミブロの方を重視になってほしいね。っていうことを、まあ、申し上げておきます。あと、今まで、重要視してなかったアプリとか、ちょっと、ね、インストールしたけど、使いにくかったアプリとかもちょっと広いね。スマホが、新しい基準に変わりして、いろいろ見ながらっていう形になっております。で、そんなコーナーでうちが新しいフェーズになることを恐れて、紙釣り予言じゃないけど、紙釣りじゃないくて、神風の方々の、神風と紙釣り関係ないからね。神風の方々がなんかするかもしれないし、いろいろサーバーがあるって予言されてるでしょ。それが、うちのフェーズが変わった時に、そうはさせじと起きるのかもしれないです。どんな理由で起きるのかようわからんけど。だけど、うちを守るためかもしれないし。はっきり言うとうちネットない方が有利やもん。前も言ったよね。みんなのネットある方が有利なんですよ。それは違うのに、実は。